カイエーパーフェクトボーリング、今回は横浜市にありますボーリング王国スポルト八景店よりスカイエーカップ2024プロボーリングレディース新人戦の模様をお送りいたします。さて今日の解説は実に優勝28回全米クイーンズ2連覇の偉業を達成された杉本勝子プロです。杉本さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。実況土井雄平でお伝えしてまいります。さて杉本さん、はい、このね新人戦ですけど3ゲーム終わって本当に白熱した戦い続いてますね。少しね落ち着いてきたと思います。レーンも変化しているので、はい、大外を投げている人も 7,8 枚ぐらいに変わってくると思いますね。はい、さあこの後どういった戦いになるのか。さて今回のリポーターは北条英介アナウンサーです。はい、決勝トーナメントに向けてこの準決勝残り3ゲーム非常に順位の変動大事になってきますので他のレーンしっかりとお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあそしてこの大会ですけれども、まあ、新人戦とは言いますが、はい、杉本プロ、はい、この1年目の選手が躍動するのがここのところ目立ってますからね。そうですね、やはり毎年言うんですけどルーキーっていうのはテストのために練習量が豊富なのでね、うん、一番いい時期に新人戦があるんですね。うん、だから結構残ってくるっていう形で優勝も多いんですね。準決勝の後半3ゲームどういった戦いになるのか。スカイエーカップ2024プロボーリングレディース新人戦決勝トーナメント進出の8名が決まる準決勝後半戦の3ゲームをこの後お楽しみください。スカイエーカップ2024プロボーリングレディース新人戦、この大会はプロ入り5年目までの選手に出場資格があり、今年は53期生から今年合格した56期生までの女子プロボーラー37名に出場資格があります。それでは競技方法をご説明しましょう。参加プロ35名がまず予選8ゲームを行い、トータルピン上位16名が準決勝へと進出します。準決勝は6ゲームを行い、予選からの通算14ゲームの成績上位8名が決勝トーナメントへと進出。決勝トーナメントからは1ゲームマッチです。8名の選手は予選の順位によってシードが決定。予選1位2位の選手は準決勝から、予選3位4位の選手は1回戦が免除となります。今年の新たな新人戦の女王が決定いたします。この大会の賞金総額は200万円、優勝賞金は50万円、またパーフェクト賞として5万円、さらに優勝決定戦で見事パーフェクトを達成いたしますとスカイエーより10万円が贈られます。 JPBA56 期生ライセンスナンバー623番の井崎環奈です。プロになって変わったことは今勝田パークボールというところで働いてるんですけれども、そこのお客さんとかにあプロだねプロだねっておめでとうっていっぱい言ってくれたので、プロ変わったというかプロという実感が湧いてきました。綺麗なフォームです。明日は今日よりもたくさん点数打って優勝できるように頑張ります。スカイエーパーフェクトボーリング、横浜市にありますボーリング王国スポルト八景店よりスカイエーカップ2024プロボーリングレディース新人戦の模様をお送りいたします。さて準決勝の4ゲーム目に入ります。三上彩奈プロと伊崎環奈プロ、はい、さあ解説は実に優勝28回全米クイーンズ2連覇の杉本勝子プロです。よろしくお願いいたします。さあ、伊崎プロが1投目を投じます。まあ、杉本さん、この準決勝、はい、ここまで3ゲーム
投げましたけれども、はい、あれ決勝トーナメントにこれから、ね、8名が進むということになりますが、そうですね、はい、やはりこの上位で進出した方がより、1位2位で通過すると、トーナメント方式で2回戦シードで、はい、3位4位だと1回戦シードなんですよ。あ、できれば4位以上に入ると楽なんですよね、はい、なのでできるだけ順位を一つでも上に上げた方がいいですね、うん、上げたいという、はい、でもこればっかりはね、誰と当たるか分かんないので、はい、あのウーフンもあるんですけどね、なるほど、そこの相手に対してしっかり勝っていかないといけないって、また苦しい戦いになるんですよ、この後。今はトータルピンなんで、そうですよね、いいんですけどね、はい、このここに入った2人ちょっと見てほしいんですけど、あの極端に中から曲がるタイプな、中から外に向けて曲げて投げてますね。そうですね、はい、これが得意な投げ方なんですよね、あの伊崎さんですよね、はいはい、それで三上さんはクロスが得意なので、外から大外からクロスして投げてますから、はい、あの極端に投げ方ラインの取り方が違いますよね。あのレーンが落ち着いてきたので、はい、クロスしても変な奥で変な動きしないので、あのクロスの点数が出てくるようになるんじゃないですかね。あ、なるほど、はいはい、だ一方の伊崎環奈プロは1年目、2023年のレディース新人戦アマ部門で4位。危ない、うん、ね、こういうミスはやっぱりね、あの新人の頃は多いんですよ、ミスが、それをなくすようにあのスペアはしっかり練習してほしいですね。そして三上プロはストライク、スペアと来ています。外からちょっと3枚落として、ちょっとまっすぐ出ちゃいましたね、うん、あのもうちょっとクロスしたかったんですけど、でも、はい、あれでもいいですよね、はい、あれで天ピンが倒れれば一番いいですね、うん、アプローチの仕方としてはいいアプローチの仕方です、うん、そうですね、あのラインの取り方としてはね、はいはい、あと井崎さんはあのなるべく引っ掛け上げないで、ボールの転がしをうまくあの転がして投げる投げ方を練習してると言ってましたね。なるほど、はい、今のも曲がりすぎたのか。そうですね、厚めでしたね、はい、厚めのボーリングはスプリットになりやすいので、あの気をつけないとダメですね。次伊崎さん今18歳なんですけど、はい、やっぱりあの13年ぐらいキャリアがあって、お父さんお母さんの影響でボウリングを始めたらしいんですけど ね、はい、みんなそうですよね、お父さんお母さんがやっとボウリングしてる人多いですよね、あの小さい頃からね。やっぱりボウリングはこの経験っていうところが大きいスポーツですか。どうなんでしょう、私なんかは全然キャリアなしで、あのバスケットしてて一気にボーリングに出て、キャリアは本当にアマチュア時代がないんですよね。だから天才の部類だったのかもしれないですね。いやいや、そんなことはない、努力ですよ。努力と天才、才能ももちろん終わりでした。いやいやいや、まあ、小さい頃からボールって、慣れるっていうのは大事ですよね、はい、はい、ゲームに入ってきていますが、はい、さあここまで3ゲームまでのこのね戦いぶりですけれども、はい、まあ、坪井選手が284、あ、2位まで上がってきましたね。いや、そうですね、2位まで上がってきました、うん、渡辺さんも256なんで、やっぱりトップを、ね、維持してますよね。そうですね、あ、でもピン差ですね、2ピン差ですか、あ、102ピン差ですね、ごめんなさい、はい、ね、金子さんも230打って3位ですもんね、はい、この
今1位の渡辺理央プロが2023年の新人戦のアマで2位、そして4位がこの井崎選手ですね。ですね、はい、さあこれはね、はい、取れる可能性ありますから3番ピンを飛ばしましょう。あ、当たれば、あ、惜しい、ちょっと流れてしまった。そうですね、はいはい、あのスペアってやっぱりあの前はボールを1個のボールだったんで、はい、アングルで計算しながら取るって方法なんですけど、今はほとんどがスペアボールっていうのを使ってるんで感覚なんですね、だから感覚で取らなきゃいけないので、練習してる時にあのスペアスプリットが出たらリセットしないで必ず練習することなんですよ。あの狙ってイメージをこうやってあそこに行けば取れるよってイメージを浮かべて感覚を養うことが大事なんです、スプリットの取り方としてはね。感覚を養うにはひたすらもう投げるしかないんですか。投げて、だからあの本当にスプリット出た時あの大体練習の時にリセットしちゃダメなんです。スペアをちゃんと取る、ストライクの練習もいいんですけど、はい、スペアは必ず取る練習をあのされた方がいいです、はい、伊崎プロが1フレー以来のストライク、オープンフレーム出してきています。そうですね、まあ、しかし3ゲーム目になって、うん、でいろんな選手がこうスコアを上げてきてますからね。上げてきてますからね、はい、ちょっとここの連は難しさがあるんですかね、うん、そうですね、はい、ここを投げる選手たちは少ないですよね。そうですよね、はいはい、もうちょっとしたら多分出てくるようになると思うんですけどね。中目に入ってきだしたら出ると思うんですけどね、はい、来ました、これでダブル、うん、先ほどね厚め行ったんでちょっと合わせてきましたけど、それでもまだ熱いですから気をつけた方がいいですね、うん、1年目56歳ダブルを取りました。外からちょっとクロスして、はい、うん、はい、いいですね、はい、やっぱり追い上げるにはストライクをつなげなきゃいけないのでね。そうですね、なかなか難しいですよね。だからあの掴んだレーンでビッグゲームを打つことが大事なんですよね、うん、あの先ほどの、ね、280ですか、ね、坪井選手ですね、坪井さんみたいにね、はい、150が出てもこういうビッグゲームが出ると上位いけるんでね、うん、さあ伊崎プロ、さあ中目から外に向けてここから返してくる、うん、あ、ターキー行きましたね、ターキーですね、行きました、はい、あ、これで2つのミスが消えましたね、うん、このゲームの中で、2つオープンフレームがあったんですけれども、そうですね、うん、ターキー来ましたからね、ボールが7分ストライクを取りました。さあダブル持ってこれるかどうか、まっすぐ出ちゃったんで、そうですね、あの今みたいにまっすぐ出ると天日残るなって思ったんですけど、やっぱり残りましたね、まっすぐだと三上さんのだと曲がりが足りないんですよ、うん、ちょっとクロスするとあのちょうどストライクくるんですけどね。なるほど、はい、しっかり取りました、はい、ミスはなく来ているんですが、なかなかストライクが続いてダブルが、ね、来ないですけどね、さあ、ね、ミスしてる一
2つミスしてるんですけどターキきましたのでミスが消えてここもう一つ来るといいですね。さあどうでしょう、あそこから出して曲げてくる、あー来ましたね、はい、掴みましたね、はい、これはオールいかないと、2つのミスがねあるので、そうですね、はい、カウントも一周しちゃってるんでね、はい、こちらはまっすぐに出ても曲がるのでまだ倒れるんじゃないですか ね、はい、左のレーンは奥でまっすぐ投げても曲がってくるので、はい、いいんですけど右のレーンはまっすぐだと曲がりが足りないんですね。まあ、このゲームも後半になって両者こうストライクが取れるようになってきました、ね、前半我慢して後半持ってくるっていうのが一番いいパターンなんですよね、前半終了時点で井崎プロは11位。さあここから出しておお、よく天秤取れました、よく倒れましたね、よく倒れましたね、はいはい、これで5連続ストライクということになりました。さあダブルを持ってこれるか、あ、クロスになりましたね、そうなんですよ、ちょっとクロスしすぎなんですよ、さっきはまっすぐ出すぎて今のはクロスしすぎたんですね、ここダブル欲しかったところですけどね、はい、10フレームに入っていきます。9フレームスペアで最後に1回ゲームを取りました。プロはミスなくここまで来ています。さあここ10フレームね、パンチアウトいけるかどうか、はい、はい、今何位ですかね、今井崎プロは11位ですね、うん、11位ですか、2ゲーム目に236というのがあります。ああそうですね、160があるんで行きたいんですね、うん、はい、ああ持ってきましたよ、はい、さあもう一つ持ってきたい、このゲーム後半しっかりと掴んでいる、こちらはいいので、パンチアウト行きたいところです。あ、ボール出ちゃいましたね。あ、大丈夫でしたか。こちらは曲がってくるんですね。はい。土井さん、はい、唯一今3ゲームを終えて200を割っていない徳田選手なんですけれど、はい、予選14位から今4位まで上がってきてるんですけれど、ね、このゲームもダブルが1つ来てその後オープンフレームが来たんですけれど今8、9、10フレー1投目とターキー持ってきまして210ペースでどうやらここも200はしっかり超えてきそうな気配ですね。あ、すごいですね。さあダブルが欲しい、200に乗せたいですからね、いい方ですからね、こちらね、はい、いい方で来ましたね、9フレにね来てるとね続いて点数出るんですけどね、あそこが惜しかったですね。さあもう一つ欲しい、こちらもさあちょっと中からあ出過ぎましたけど、あダメでしたね、やっぱりね、テンフレ2投目ちゃんと持ってきたんですね、そうです、はい、最後カウントダウンしましたけど、
200に乗せましたね。はい、はい、プロが204、そして伊崎環奈プロが227と、まあ、後半ストライク多く出しました。はい、うん、さあスカイエーカップ2024プロボーリングレディース新人戦第4ゲームの模様をお伝えしました。JPBA56 期生ライセンス番号619番南日本運輸倉庫所属の坪井美希と申します。簡単こと皆さんがおめでとうってまず一番にすごい言ってくれて、あのこれからも応援してるよ、プロ合格おめでとうっていうのはたくさんの方にお声掛けいただいてとても嬉しかったっていうのが変わったことですね。父もすごい喜んでいたくれて、あのすごいぶっきらぼうな方なんですけど、あよかったなおめでとうみたいなちょっとぶっきらぼうな言葉なんですが、もう内心すごい喜んでるみたいなのを母から聞きました。そうですね、やっぱ父の背中をずっと見て育ってきたので、その私の父がもう60過ぎでまだトーナメントプロとして活動しているというところもあるので、私も父のように長くプレイヤーに長いトーナメントプレイヤーにもなりたいですし、皆さんから愛されるようなプレイヤーになりたいと思っています。自己アピールポイントは、私すごい笑顔が素敵だねって言われることが多いので、投球中もなんかどんなに打てない時でも上を向いて笑顔でっていうのを意識してるので、ちゃんと笑顔を注目してもらいたいです。この勢いのままそのまま突っ走っていきたいなと思います。応援よろしくお願いします。スカイエーカップ2024プロボーリングレディース新人戦準決勝の5ゲーム目、はい、上位が来ましたね、ここにね。そうですね、はい、2年目の金子萌香プロと1年目の坪井美希プロの、はい、ここ投げになります。やはり天品がよく残るんですね、ここはね。ね、大学生ですからね、まだ学生さんなんで。さあ先ほどビッグゲームを打った坪井さん、はい、アウトからクロスで投げてると思うんですけど、ここは曲がっちゃうんじゃないかな。あ、大丈夫そうですね。ストライクスタート、はい、まあ、この坪井選手が、うん、3ゲーム目に284、ねえ、すごいですね。いや、そうですね、はい、現在坪井選手が3位、金子選手が2位。坪井さんはもう中から出して戻すボウリングは苦手なんで、はい、クロスのボウリングとまっすぐが得意なんで、今回はそういうレーンなんで、あのビッグゲームが出てますよね。ただここはよく前進が残るので、そうですね、この28連、この2人が、はい、あの点数どれぐらい出すかちょっと見てみたいなって感じですね、はい、この感覚をよりどちらが早くこう掴めるかっていうところですね。そうですね、はい、で右と左がちょっとレーン違うので、左のレーンは曲がると思うんですよね。中目からセブンテンが見えましたね今、うん、7番ピンのみが残りました、あのスピードがあって回転して曲がる、はい、とってもいいですよね。非常にパワフルな投球ですよね。そうなんですよね。スペアを取ります。あの坪井さんね、クロスの、はい、あのレーンが好きっていうことで、こういうこうクロスのいいレーンの時にもう絶対こう頑張って上位に行った方がいいですよね。
あのボーリングってどうしても遅くなったら中によって出さなきゃいけなくなるので、はい、あのクロスもでき中から出せるようにまたこれは徐々に練習すればいいことでね、うん、はい、今回はずっと5枚外のクロスで通していけたみたいなんでね、はいはい、こちらはちょっと曲がっちゃうんですよね、で28連の方がちょっと入りが甘くて天品なんですよね、その辺をどう合わせていくか。成績でした、うんうん、金子プロです。さあここがなかなかねダブルが来ないレーンのようなんで、この2人がどれぐらい打てるかちょっと楽しみなんですけど、どうでしょうか。ああ持ってきましたね、はい、金子プロの投球は曲がりが鋭いですね。あの少し肘をね、少しだけ曲げて同じ、はい、あの川田さんと同じローダウン系なんですよね、うん、これによってまた回転数が増してるわけです。増してるんですね、はい、さあここで天品が倒れるかとか、ちょっと集めきったんで倒れましたね、はい、あの2人とも調子いいんでね、上位に今2位3位ですか、そうですね、そうですね、はい、そうですね、はい、これどっちが2位になるかですね。そうですね、2位だとね、あの2回シードなんで、このゲーム始まる前までで2ピン差ですか、うん、うん、ですね、うん、そうですね、あ、坪井さん今3位ですからね、はい、あ、来ましたね、ターキー、はい、これで両者ともにダブルが来たという形ですかね。ターキーですね、金子さんは。あ、ターキーですね、失礼しました。ダブルがまだ来てないんですよね、はい、あの坪井さんはね、坪井プロがダブル来るか、うん、ここ持ってこれるか、ちょっとね、あの厚め行くんでホーピンが残ってるうちはいいんですけど、はい、あのど真ん中行かないようにしないと、あ、やっぱり今ね心配した通りになっちゃいましたね、はい、はい、坪井さん、2位争いという面ではですね、4位に上げてきた徳田選手が今6フレを追って210ペース、まだ200以上キープするんじゃなかろうかという安定した状況を続けていますので、安定してますね、この選手もこの2位争いに今入れますね、入ってそうな雰囲気ですね、はいはいはい、今スプリット出ちゃいましたね、左のレーンでね、このラス前のゲーム大事ですからね。ホース目来るかどうか、こちらの方が曲がるので、おー薄めで倒れました、よく倒しましたね。坪井さん、こちらはあのクロスしても大丈夫なので、こっちは大丈夫だと思うんですよね。天品が倒れるかどうか、はい、来ましたね。気をつけなきゃいけないのは左なんですね。さあ、ここの、うん、ここのなんでちょっとビッグゲームが出そうな金子さん雰囲気ですよね。
きました。はい、よく回転してスピードもあっていい感じですよね、うん、はい。さあ先ほどね厚め行ったので、はい、ちょっと中に寄ってまっすぐ投げたらピンと飛ばないと思うんでクロス気味でまっすぐ投げると天ピン残っちゃうと思うんですけど今うまく投げましたね、はいはい、これですぐミス消しましたので、いいですね。これで坪井プロもダブル。さあ金子プロがどこまで行くのか、はい、そうですね。うわー天秤残っちゃいましたね、うんうん、まあ今の状態だと天秤しか残らない感じですもんね、はい、はい。こちらは気をつけなきゃいけないのがクロスしないでまっすぐに出ちゃうと天秤が倒れないと思うんですよね。あ、これは天秤倒れるかな。あ、曲がりましたけど、運悪く9番ピンがまっすぐ投げても曲がってきましたね。大丈夫そうですね、はい、です。230ペースですからね。そうですね。またナイスゲームですね。うん、はい。4ゲーム終了時点で3位の坪井プロ、2位の金子プロ。ちょっとビッグゲームが出そうですね、ここでね。はい。ちょっと坪井さんが苦労してますけどね、はい、ここでちょっと金子さんと坪井さんの、ね、差が開きましたか ね、 ね、2位と3位の、うん、もしかしたら坪井さんがこれあまり点数でないと、下から上がってくる可能性ありますね。徳田さんがコンスタントに打ってきてるみたいなんでね、ちょっと薄めいきましたけど、まあ、厚めにいかないっていうのがとってもいいことなんですよね。8本ですか、このペアも難しいですけど。徳田プロは、うん、もうここまで200切ってないわけですよね。そうなんですよ、固くね、頑張ってますね。そうですね、はい、ちなみに今回のゲームも、うん、現在220ペースで9フレーをストライク取って終えてますので、またちょっといいスコアが出そうですね。そうなんですね、高い水準で安定してますね。さあこの8本のスペアが取れるかどうか、ここをしっかり取りたいところなんですよね、点数を伸ばすにはね。はい、大丈夫でしたね、はい、しっかり取りました、はい、やはりノーミスゲームをするっていうのは本当に大事なことなんですね、イージーミスはもちろんしちゃいけない、はい、スプリットを出さないボーリング、うん、そのためには厚めを狙わない、薄めのスプリットはまだ取れる可能性があるので、ボーリングっていうのはアマチュアの方も1番3番のど真ん中に行かないように3番ピン1番の方に多く当てない、3番の方に多く当てるボーリングをされるといいんですよ、はい、ただ10番ピンは倒れました。倒れましたね、良かったですね、うん、ここで点フレでオープンしちゃうとね、ちょっときつくなりますからね、あと1ゲームしかないですからね。そうですね、はい、準決勝も5ゲーム目に入ってきています、はい、
さあ伸ばすにはここをパンチアウト行きたいところですが、あー来ましたね、はい、もう一つ、坪井さん200割っちゃいましたね、スペア取って、ねね、190しかいかないんだね、土井さん、はい、4位の徳田選手は230を超えてきます。そうですか、230を超える、あと1投最後を取ってホースで終えてマックス240まで来ますね。そうなんですね、はい、じゃあこちらも金子さんがもう一つ来ると230、40いきますからね、うん、そうですね、はい、あ、来ましたね、はい、これは大きい、うん、はい、土井さん、はい、トップの渡辺選手が今9フレ最後今スペア取ったんですけれども、はい、ここまでオープンフレーム3つということで、はい、はい、スコア少し落としそうですね。そうなると、まあ、金子プロと渡辺プロのこの4ゲーム終わった時点の差が、まあ、およそ70ピンというところですから、金子さんが246ですからね、そうですね、246で渡辺選手は、パンチアウト最後したとしても170ですね、そうなんですね。ということはこれ、まあまあ、あの渡辺さん、ここまで1位守ったら2位までで止めたいところですよね。そうですね、はい、はい、でね、隣でね、横山さんが頑張ってストライクつなげてるみたいですよ、さあこの準決勝の第5ゲームの金子プロが246という、素晴らしい成績を残しています。スカイエーカップ2024プロボウリングレディース新人戦、いよいよこの後6ゲーム目に入っていきます。JPBA56 期生ライセンスナンバー622番渡辺里央です。そうですね、アマチュアの時よりもっと責任を持たないといけないとか、見られてるからお手本のようなボーリングをしたいっていう気持ちが強くなって、そこが一番違うところです。回転をかけて投げるプレースタイルなので、そこに注目して見ていただきたいです。昨年アマチュアで参加した時に準優勝で、その悔しい思いも今年晴らせたらいいなって思っているので、このまま1位通過して優勝します。2024プロボウリングレディース新人戦、プロボウリング準決勝の6ゲーム目にいよいよ入っていきます。はい、さあいよいよこの、ね、ゲームで決まりますね、はい、決勝トーナメントに進む8名どうなるのか、そして順位がどうなるかというところです。残りました、はい、まあ、予選順位1位と2位の渡辺里央プロ、そして横山美美プロのここのお伝えします、はい、ここの連はちょっとクロスよりも中からちょい出して戻す、その方が点数が出そうですね、うん、あのこの2人ボール曲がりますので、両手投げでもうずいぶん中から投げてますよね、左はちょっと遅いので気をつけた方がいい、はい、この横山さんですか、昨日の最終ゲームで277打ってポンと2位まで上がったんですよね。で先ほども今回良くないんですけど、先ほどビッグゲーム出したので、多分あの6位から上に行ってると思うんですよね、で渡辺さんがちょっとね先ほど悪かったって言って、はい、2781ですか、まだ多分トップだとは思うんですが、はい、はい、
土井さん、はい、横山選手に話を聞いたんですけれども、アマチュア時代もこの新人戦ではアマチュア部門でいい結果を残していて、プロに入ってからもこの大会では上位に来てるんですけれど、もう実はプロ入りしてからずっと調子が良くないという話をしていて、1年目はまだマシだったそうなんですが、それ以降がずっと良くないそうでして、プロに入って戦うことで考えすぎてしまって、でいろんなことに挑戦しようとして崩してしまっていたと。で改めてライン取りの意識、特に自分はあの両手投げなので、女子の選手が外を使う割合が多い中で中を使わないといけないとなると、どうしてもオイルの影響を受けやすいと、なのでライン取りの意識っていうのをより高く持って今大会挑んでいて、その結果が予選の内容に出たと思いますと。なのでちょっと今回結果を出してきっかけにして今からしっかり始めたいですと話をしていました。なるほど。それとね、昨日投げてないボールを使ってきてましたね。それとあのやはりあのパーソナルトレーニング始めたんですって、で自分はね意志が弱いので、あのしっかりそういう人について、あのやらないと続かないので今頑張ってるって言ってましたから、それがいい方向に出てるんじゃないですかね。さあこのニックネームは互いにストライクを取りました。ちょっと渡辺さんのリリースも見てほしいんですけど、ちょっとやはりあのローダウン系というか、あの肘を手首を柔らかく肘も柔らかく投げてると思うんですよね。ここからねちょっとね肘を曲げるでしょ、同じおーローダウン系の曲がりが回転数が多い人なんですよね。こういう人ここで肘をちょっと曲げて手首をうまく使ってこういうプロが多くなりましたね。はい、本当楽しみですよ若い人ね。そうですね、はい、昨年はアマ部門で2位でした、決勝で敗れて涙していたのがこう印象的だったんですが、さあ寄りましたね左に。さっきね熱かったんでしっかり合わせてきました。いいじゃないですかね、あの苦労して今やっと良くなったんでしょうね。互いにダブル、はい、ここは、本当に負ける人の方がビッグゲーム出そうですね、リオプロ。いいですね、はい、ずっとトップ守ってますからね、金子プロがトップですね。変わりましたね、はい、8ピン差、はい、まあ、あのここ1位2位はどっちでもいいんでしょうけどね、本当このゲーム次第ということになりますね。そうですね、あ3位と2位はちょっと差がつ、あそうでもないですね、39ピンですからね、はい、坪井さんも、はい、横山さんこれ頑張れば、あの4位まで入れば1回戦シードですからね、あどうなるんでしょうねこれシード権がね、はい、杉田さんこの横山さんのターンに行きましたね、ここ大きいですよ、2人とも、横山さんもあのシードに入れそうな雰囲気で行ってます、徳田さんすごいですね、全部200アップですね。そうですね、208、224、245、221、239ですって、一番打ってるんじゃないですかね、素晴らしい。ここは渡辺プロ、テンピングの話。いや、そうですね、この渡辺さんって最初何位だったの、12位から上がってるんですね。14位から上がってる、そうですね、14位から。あすごいですね、はい、あ気の毒、これはね一番気の毒、本当のタップ、これ理想通りの投球はできてるということですか。理想通りの投球はできてる、できてるんですよ、あの天秤が残るっていうのは理由があるんですけど、はい、あの8ピンっていうのはちょっとね、そうだったんですね、はい、アンラッキーですね、はい、残っていきます渡辺
しかしこの5ゲームまでの成績見てみますと8位の川田プロ、9位の坂野プロ、ここ一品差です、ね、一品差、ここがどうなるかです ね、 そ、 うですね、そのすぐ下に竹山プロもこうすぐ、はい、で5ピン差で つけてますから分からないですね、この決勝トーナメントの、はい、これ8位に残りさえすれば優勝チャンスありますから ね、そうですね、この1ピン差で落ちるなったら大変ですよ。土井さん、はい、8位の川田選手なんですけど、はい、ターキーが1つターキーがあるんですが、はい、7フレワとオープンフレームも3つありまして、ちょっとこのボーダーで思うと残りの8フレ以降で全て取りに行く必要があるかなという状況ですね。坂野さんの方がいいんですかね。坂野さんはスタートでオープンフレームだったんですが、その後ターキーを取っていまして、今5フレに入っています。逆のパターンになってるんですね。今逆転になってるんですね。で7位の近藤選手がダブル1回で今ターキーを持ってきていますので、うん、はい、しっかりとスコアを出しますね。じゃあ残れそうな感じはありますね、うん、はい、ここね、本当にこの2人も楽しみな2人ですね、今後が ね、はい、渡辺プロは1年目、そしてこの横山プロは3年目ですからね、まあ、本人の中ではね、北条アナウンサーのリポートもありますが、はい、まあ、調子がなかなか上がらないという話もありましたけれども、うんうん、まあ、しかしここまで見事な、そうですね、うん、はい、あの両手投げだとやっぱり曲がるので大きく曲げて戻したいと思うんですが、はい、あの今彼女はタイトに投げて、あまり出さないでオイルをうまく使ってまっすぐ出してちょんと入れてる両手投げなんで、とっても今いいと思う、ビッグゲームが出そうです、うん、さあこちらはローダウン系で回転数をして向こうでグッと曲げますから、あ、ちょっと曲がらなかったですけど、うんうん、でも2番ピンで OK ですね、はい、右のレーンの方がやっぱり早いですね、ちょっとね、そうですね、はい、外も中もね、はい、さあ横山さん、ここでダブルは持ってきたら220ペースに乗りますから、さあどうでしょう、さっきは不運でしたからね、来ました、本当にゴフレのエトピンは不運ですよ、普通だとものすごい点数が伸びてたんですけどね、気の毒です。渡辺プロもカバーしていきました、まあ、互いにミスなく7フレームを終えて、まあ、横山プロがどこまで伸ばしていくのか、そうですね、なんか伸ばせそうですね、ここで3番ピンの方にまっすぐ投げてあそこから曲げる、いいですね、来ました、はい、あのフッキングポイントって言って、奥まで行って曲がり始めることをフッキングポイントって言うんですけど、あれが奥まで行ってから曲げてるでしょ、うん、あの投げ方がいいんですよ、今ね、このレーンに合ってます。横山プロは2度目のターキーということになりますね、はい、そうですね、230ペースですからね、うん、さあここ持ってきたいですね、はい、来ましたよ、はい、ここから持ってくればまたビッグゲーム出ますよ、今210ペースですけどね、はい、現在2位につけている渡辺美代プロ、土井さん、現在3位の徳田選手なんですけれども、はい、5フレ終わって、オープンフレーム1つ、はい、まだストライクなしという状況で、まあ、伸ばし悩んでいますので、まあ、この39ピン差が今詰めるにはあと頑張らないといけないなという状況ですね。そうすると横山さんが本当に上に行けそうな雰囲気も来ましたよ。これはね、本当にわからないですよ。第一シードもあり得るかしら、はい、80の、だから金子選手の、うん、その成績がどうなのかというところもありますね。そうですね、金子選手なんですけれども、今6フレが終わってダブルが1つ、ダブル、はい、200ペース、200ペースできてますね、うん、はいはい、6フレはスペアというのがありますね、うん、はいはい、
坪井選手がターキースタートだったんですけど、今5フレ6フレ連続オープンフレームになっています。あ、じゃあちょっとシードが厳しくなりましたね。これあ持ってきましたよ。はい、これまた、ね、杉本さん、この決勝トーナメントこの何位で通過するかというのが重要になってきますからね。はい、これでまたね220ペース乗ったんで渡辺さんが1位に返り咲くかもしれないですね。うん、はい、あの金子さんの点数次第ではね、これよりもね横山さんがね本当にこれ全部来るとあー出過ぎちゃった。おー来ました。いやー今のはすごいよくストライク、ポケットまで来ましたね。これは大きいですよ。土井さん、はい、トップ8争いのライン側の選手なんですけれども、はい、まず7位の近藤選手が現在終えて235です。で8位の川田選手が207なんですが、9位の坂野選手が、はい、最初オープンフレームの後にターキーが来て、で今6フレから4連続で最後10フレに入ります。ですからちょっと川田選手は坂野選手1ピン差ですので、はい、なので上位の選手が、まあ、相当落とさない限り、まあ、川田選手はこの8人に入れない可能性が出てくるということですね。これ横山さんね、パンチアウトいくと260いくでしょ。そうですね。っていうことはあの第1シードの可能性も、ここで金子さん、渡辺さんが今いくつ、来なかったですね。260はいかない、250ですね、50台ですね。マックスが258ということになります。そうですね、金子さんはこれでパンチアウト行って240ですかね。土井さん、はい、お隣の26、25番レーンなんですけれども、はい、今10位の竹山選手が、はい、ストライクを続けていまして、ですから今5連続の230ペースに持っていってテンプレに入ってますね。あ、じゃあ坂野さんとの争いになっていくということですかね。そうですね、まだ分かりませんが、坂野選手も今テンプレ1投目もストライクで5連続、じゃあ8位に誰が入るか分かりませんね。そうですね、競ってますね。竹山選手テンプレ1投目取りましたね。しっかり取り切りました。258、ナイスゲームです。いやー、この横山プロは第5ゲームを259ということですから、す、ね、はい、最後のこの56の追い上げがすごいですね。すごいですね。あ、割れてしまいました。ただ渡辺プロも244ということで、素晴らしい成績ですね。はいはい、いや、これでどう順位が変わってこの決勝トーナメントのメンバーも、ね、おそらく私たちの手元にある5ゲームまでの順位とはやっぱりまた変わってきますから、はい、どうなるのかと。その後金子さんはどうですかね。そうですね、現在1位の金子プロは、はい、金子プロはですねダブルが2つ210ペースなんですけど、今10フレ1投目が7点で割れちゃったので、ちょっとここは今最後の1ピンを今投げて取り終えたということですね。200ですので、これ202ですね。202、はい、ということはまた渡辺プロがこれ1位にまたなりそうですよね。なりますね、多分ね、はい、そうですよね、はい、渡辺プロは244です。そしてですね、坂野ニーナ選手ですね、9位現在、はいはいはい、257で終えました。おお、257。ただそうですね、あとは竹山プロですよね。
どうなるのか、この8位。ただ竹山選手と近藤選手のスタート差もそこまで開いてないので、近藤選手もスコアはあったんですが、この辺りもどこまで縮まって順位に影響があるかですね。うわー、そうですか。坪井さんもちょっとあまり伸びてないですしね。どうなるんでしょう、8名、はい。さあ、ということでこの準決勝の6ゲームをどうなるか終えましたが、はい、発表見ましょう、はい。さあ、それではこれから決勝トーナメントに進出する8名、これから登場していきます、発表されます。渡辺リオプロ1位通過、そして2位通過が金子萌香プロ、はい、3位通過横山リミプロということで、本当にこの準決勝は最後までどうなるか分かりませんでした、はい、横山さんのラスト2ゲーム259、258は立派でしたね。いや、そうですね、はい、ここでシード入りましたからね。本当に最後の一投で順位が変動するというところでしたもんね、はいはい、あの本当にもう一つ来てたら第一シードにも可能性あったんですよね。2位まで行けそうな感じ、勢いだったんですよね、はい、なんといってもね、16位から上がった人、14位、12位から上がって入ってるっていうのがすごいですよ、先生、徳田プロ、うんうん、坂野プロ、竹山プロですね。そうなんですよ。さあ、それでは8名のインタビューをお聞きいただきましょう。それではプロの部決勝に残った8名にお話を伺います。まずは8位通過の近藤奈穂選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。もうほっとした表情が印象的なんですけれども、はい、どんなお気持ちですか。いや本当にほっとしています。予選からですね、なかなかこう自分の中ではいい投球を1ゲームしきれず打ち切れずで、本当になんかずっと呼吸がしにくいような中で投げていて、最後も今日の中ではいいスコアで終わって、最後は祈るだけだったんで本当にホッとしています。もうレギュラーツアーも優勝経験されてますけど、この新人戦のタイトルのはどういうお気持ちで考えてるんですか。そうですね、新人戦は本当に1回しか、取れないタイトルということで、自分の中でも優勝はしたいと思ってるんですけど、レギュラートーナメントでも、優勝している、まあ、プロとして、悔いなくですね、皆さんに、応援していただけるプロボーラーになれるように、ここまで来ているので、最後は、優勝を目がけて頑張りたいと思います。応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして7位通過竹山亜紀選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。16位通過から7位までジャンプアップやりましたね。そうですね、気合で頑張りました。準決勝6ゲーム内容はご自身ではいかがでしたか、振り返ってみて。そうですね、1ゲーム目でこう安心したんですけど、次のレーンに移動した時にすごく難しく感じてしまったので、そこで自分のできることをやって次につなげられてよかったなと思ってます。いよいよこの後は決勝トーナメントが控えています。意気込みをよろしくお願いします。はい、私3度目の新人戦で初めて予選通過してここまで来れたので狙は優勝です。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして6位通過坂野新菜選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。坂野選手も12位から6位に入ってきました、はい、この準決勝6ゲームはいかがでしたか。はい、もうできるだけ楽しんで投げようと思い、それが少し空回りしてしまって力も入る部分もありましたが、とにかく8位に残りたいという気持ちで頑張りました。この新人戦はアマチュア時代もそうですし、プロになってからも一桁順位、はい、いい結果が続いていると思うんですけれども、はい、今年の目標を教えてください。優勝したいです。
はい、楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして5位通過の徳田由紀選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日はずっと笑顔でプレーしている姿が印象的だったんですけれども、はい、いかがでしたか。前を向いて自分らしく投球したいなと思って笑顔を絶やさず投げました。この5位通過という数字はどうですか。すごく嬉しいです。この新人戦にはどんな思いを持って挑んでいるんですか。今年初めての新人戦で上だけを目指して頑張って投げました。どんな決勝トーナメントにしたいですか。自分らしく、前を向いて頑張って投げたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いて4位通過坪井美紀選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日はビッグゲームもあって沸かせましたね。ありがとうございます。はい、頑張りました。この6ゲームはどんな内容でしたか。最初すごい緊張してしまい150スタートというゲームスタートではあったんですけれども、昨日に引き続き中継レーンでナインコールをかけることができ、チャンスをつかむことができました。1年目でまず決勝トーナメントに残りました。今のお気持ちを教えてください。はい、取り急ぎ1回戦シードの4位の枠が取れてとても嬉しい気持ちでいっぱいです。でこのチャンスをまたさらにつかみ優勝を目指して頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして3位通過横山美美選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、怒涛の追い上げでしたね。はい、昨日も朝一とかが良くなくて、ちょっと今日も対策したつもりなんですけどうまく投げれなくて、まあ、でも昨日も中盤打てたので、後で打てるっていうふうに思って我慢して頑張りました。結果的にシード権も取って1回戦は免除という形になりました。はい、この位置はどうでしょうか。欲を言えば1、2が良かったんですけど、まあ、全力でやった結果なので、これからまた上目指して頑張っていこうと思います。では3年目の新人戦決勝トーナメントに向けて意気込みをよろしくお願いします。はい、いつも応援してくれている方々とかサポートしてくれている方々のためにも、優勝する姿を見せたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続いては2位通過金子萌香選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。2位での通過になりました。いかがでしょうか。はい、この準決勝はちょっとずっと我慢の展開が続いていて、もうできる限りロースコアを出さないように、精一杯頑張っていたんですけども、結果的に、2位でシード権を獲得することができたので、この結果に、とても嬉しく思います。去年の1年目は新人戦4位、はい、でこの2年目はこれで準決勝からという形になりますので、はい、去年以上のもう順位というのが確定しています。今年の目標を伺ってもいいですか。はい、昨年よりも、もっともっと上に、優勝できるように、精一杯頑張ります。応援をしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。では続きましてトップ通過渡辺理央選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。これで予選から合わせてトップを維持して決勝トーナメントに入ります。今のお気持ちを教えてください。はい、まずは1位で通過できたことがとても嬉しいです。去年はアマチュアの部で準優勝の経験がありますけれども、プロになって挑んだこの大会はどうですか。そうですね、昨年の悔しい思いも一緒に持って勝ちに来たので、はい、頑張ります。ちょっと決勝トーナメントは
トップ通過ですので待ちますけれども、決勝へ向けての意気込み聞いてもいいですか。はい、気持ちで負けてしまうのは絶対に嫌なので、まずは気持ちを強く優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。スカイエーカップ2024プロボーリングレディース新人戦、決勝トーナメントに進出する8名の選手が出揃いました。今日の解説は杉本勝子プロです、はい、では杉本さん、はい、この8名が、ね、出揃いましたが、いやそれぞれのこの勝ち上がり方といいますかね、ちょっと準決勝の中にもドラマがあったかなという感じがしますね。そうですね。そして今回あのルーキーが8名の中に2名残りましたね、はい、そうですね、はい、で55期が3名の54期が3人ということでね、うん、54期の人はもうここでは取りたいんだろうなって感じはありますよね、あのまだあと1年あるとかって思わないでね、あの55期54期の方はそうです、ね、ルーキーはやっぱり一番いい時なんでね、はい、優勝狙って頑張ってほしいですね。勢いのまま行ってほしいですね、はい、さあそれではこの、ね、8名が出揃っていますが、リポーターの北条英介アナウンサーはい、どうでしょうか、選手たちの表情でこれから決勝トーナメント戦いますが、もうあのまず結構そのボーダーラインがそのシード権とあと通過といろんなところに該当者が多すぎてリポーターも大変だったんですけれども、今あの9位以下の選手も表彰というか名前呼ばれてるんですけど、はい、川田選手であったり井崎選手 あのわずかに届かなかった選手 の悔しそうな表情が目立つんですよね。まあ、それぐらいこの新人戦へのタイトルというのは限られた期間しか狙えないタイトルですので、ちょっと残った8名インタビューもうぶな感じもありましたけれども、はい、プレーは気迫がありますので凄まじい決勝トーナメントを期待したいなと思っております。そうですね、ということで、まあね、あの坂野選手や竹山選手が、まあ、250品以上ね、6ゲーム目で出してそうですよ、こう上がってきたというところで、まあ、それに、ね、その結果があったので、うん、逆にこの9位以下に漏れてしまったという選手も出てきました、はい、いや8人の選手が出揃いました。さあこの8名で戦う決勝トーナメント、どういった戦いになるんでしょうか。ここまでの解説は杉本勝子プロでした。杉本プロありがとうございました。はい、ありがとうございました。リポーターは北条英介アナウンサー、実況土井雄平でお伝えしてまいりました。Get enough of you.